どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、いろいろな武器を追加するデータパックを導入してきたので、クリエイティブで遊んでいきたいと思います。まずは作業台を置きまして、最初に作っていくのはピストルだよ。おお、銃が作れるのか。作り方は簡単。必要素材は火薬と鉄と棒だね。ピストルっぽい形に並べたな。あとはこれを手元に持ってくると。おお、ピストルだ。すげえリアル。見た目かっこいいよね。ちゃんと弾も出るよ。すげえな、音とかもしっかりしてるんだな。ちょっとそこの羊を撃ってみましょう。あ、一発じゃ倒せないんだな。ベラボーに強いってわけじゃないみたいね。まあピストルだしそのくらいがちょうどいいと思うぜ。ちなみに、ADS したい場合は、このように左手に持てばいいらしい。ほんとだ、ちゃんと構えてる。一応同時に他のものも持てるみたいね。まあ、どんだけ意味あるのかわからないけど。ということで、これがピストルでした。さてお次は、マシンガンを作っていくよ。真ん中の行に鉄インゴット。右下のにマスに棒を入れて。右上に火打ち石で完成だよ。どれもレシピが簡単でありがたいな。はいできた。見た目はアサルトライフルみたいだな。連射できる銃だから、講義ではアサルトもマシンガンってことなのかね。二発で倒せないってことは、一発の威力はピストルより低いみたいだな。でもやっぱ連射できるのはいいよね。ゾンビとか来ても距離を取って安心して戦えそう。でも撃ってみて気づいたけど、これ結構反動もあるのね。マジでリアルよ。しっかり当てるには、リコイル制御も考えないといけないわけか。いやこれマジで、友達とマイクラでバトロワできるじゃん。あ、友達いないんだった。涙拭けよ。それでは気を取り直して、続いてはショットガンです。ショットガンには、TNT を使うみたいですね。真ん中に鉄を並べるのは、マシンガンと一緒だな。最後に右下に棒を入れれば完成。できた、ショットガン。おお、ちゃんとショットガンの見た目してる。どれもクオリティが高くて驚くよな。早速撃ってみたいけど、もう近くに動物いなくなっちゃった。しょうがない、空に向かって撃ってみようかな。いきます。おお、ちゃんと弾が拡散した。7発くらい同時に出てるっぽいわね。やはりショットガンというだけあって、近距離での威力は絶大っぽいな。次はロケットランチャーを作ってみます。ロケラン、そんなものまで作れるのか。まあ実際に作ってみないと、どれくらいのクオリティかはわからないけどね。これまでの銃見た感じ、結構期待していいかもな。さ、できたできた。どんなもんかね。とりあえず適当に撃ってみようぜ。おーおー、想像以上にちゃんとロケランだ。リロード時間が長いのもリアルだな。ていうかこれ、武器としてじゃなくて、普通にめちゃくちゃ便利じゃない?採掘とかにも使えそうだしな。はぁ?スイッチのワールドに持って帰りたい。統合版だから無理だろうな。ちなみに今やっているのは PC の Java 版だぜ。これ、弾の飛距離はどんくらいなんだろう。試しに向こうの山に撃ってみるよ。あ、爆発せずに消えたな。どこまでも飛んでいくってわけじゃないのね。それからロケラン持ってる間は移動速度落ちるっぽい。次は、火炎放射器を作ってみます。それはあんまり馴染みないな。私たちが普段遊んでるバトロワにはない武器だもんね。エペのテルミットが一番近いかな?それを発射できるイメージ?まあとりあえず使ってみましょう。あ、燃えた。でも正直、これはあんまり強くなさそうね。もっとバーって火が出るのかと思ったら、1マスずつなんだ。狙うのも難しいし。さっきからそれ、鶏焼こうとしてるのか?うん、そしたら一発で焼き鳥ができるのかなと思って。お、やっと燃えた。って焼き鳥にはならないんかい?ちょっと使いどころがわからないな。お次はグレネード、糸と火薬、それから鉄を縦に並べれば作れます。ポイットな。ふむ、ちゃんと爆発したけど、もっと手前に落ちてたように見えたよな。何らかの不具合が生じているのかも。これもあまり実用的ではなさそうね。ロケランの方がいろんな点で楽そうだよな。さていよいよ、一番楽しみにしていた武器を作るよ。ズバリ、スナイパーライフル。霊夢はどのゲームでもスナイパー大好きだもんな。さあ、いよいよ、できた。うおうおう、かっこいい。
ちゃんとスコープもついてるな。でもまずはとりあえず腰打ちしてみましょう。おお、すごい威力。さすがスナイパーといったところだな。でもやっぱ、スナイパーは覗いてなんぼだよね。ということで左手にセットしてと。すごい、スコープ覗けた。マイクラの世界でこんなリアルなスナイパーが使えるとはな。楽しい。やっぱスナイパーが一番好きだわ。これ、反動もものすごいな。うん、撃った後すごい上に引っ張られる。でもこの重厚感がいいよね。さて、これで最初に入れたデータパックは以上だけど、スナイパーにハマった私は、さらなる最強のスナイパーを求めて、もう一つ別のデータパックを入れることにしたわ。それじゃあいよいよ、最強のスナイパーを作るよ。レシピは今までよりも圧倒的に複雑。まず、樽の中に必要素材を入れないといけない。しかも、ビーコンやネザライトといった、貴重なアイテムも要求されるのだ。こりゃあサバイバルで作るのは大変そうだな。このような形にアイテムを配置して、なんとなくスナイパーっぽい。上に TNT を乗せて、着火すれば、最強のスナイパーが、できません。できねえのかよ。ちょっとレシピ間違えたかも。ここに棒入れるの忘れてた。今度こそ、これでいけるはずよ。うおー。やばい、めちゃくちゃかっこいい。でかいし輝いてるし、これはテンション上がるな。それじゃあ早速使ってみよう。これは左手に持たなくてもズームできる。うわ、効果音がもうかっこいい。やばすぎる、気分はもう赤い周囲よ。いやー、このアングルもいいね。ちょっと目の位置合ってないけどな。じゃ、撃つわよ。うおーおーおー、すげー爆発。あれ、でも狙ってた豚は無傷じゃね？おかしいわね。どうやら、弾はあんまり遠くまで届かないみたい。スナイパーなのに？まあかっこいいからよしとしましょう。さすがにこの距離だと当たるか。そして当たった時の威力は半端なさそうね。ということで、いかがだったかな？機会があればこれらの武器を使って、強力な敵と戦ってみたりしたいよな。うん、なのでよかったら、チャンネル登録や高評価、よろしくお願いします。それじゃあ私たちはこの辺で失礼するぜ。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。